シアルブラザーズ。イン、サタンの部屋。よう、今日だけは応募が100個以上もらえるあのモンストプリズンのイベントやっていくってやつだぜ。一応本案かサブ1、サブ2、サブ3、サブ4のまあ5つやっていこうぜ。ツイッター見たら結構500もらってる人多いんだよな。ダゲッてダゲッて仕方ねえんだ。こういうシステムなのね。え、ちょっと待って、ゲームこれ連打しようってことこれ。ぶちかます。オラ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 。押せばいいってこと、もう一回。いや、どういうこと、このパワー。契約完了。ああ、多分普通に運ゲーってことか、これは。ややこしいな、おい。さ、サブ1やっていくぜ。ピピー。さ、とりあえず運ゲーらしいから、まあ押せって感じ。押して、150以上クリア、まあ儲けもんな感じするが、意外といっぱいもらってる人多いんだよな。オッケー、いい感じ。ピピー。わっ、待って、これ大体みんな200もらえるってやつ。おお、ピピー。ああ、まあまあまあ、200で十分だぜ。そんじゃ次のアカウントやっていこうぜ。オッケー、このアカウントはよ、結構運がいいんだよな。ピピー、ピクちゃん。さあ、来い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 。300とか400、500。つーか、ピピー、400もらってる人いねえんだよな、ちょっとどこ探しても。ピピー。どう、契約完了。さあ、行こうぜ。とりあえず150以上は来てくれ。100個はちょっと寂しいからよ。オッケー。よし、200。びっくりした。契約完了。さあ、ラスト。結構始めたてのアカウント、タロ、行くぜ。まあこいつ結構いい。ああ、そっかそっか、まあいいや、行こうぜ。さあ、来い、頼む。の、いい感じ。あ、200もらえ、あ、え、クーパー。なんで今ちょっと遅かった反応。まあ、つうわけよ、おめえら何個もらったかコメント欄に書いてくれよな。いやー、ちょっと嬉しいな、こんなにもらえるって。つうか、普通にみんなに300個ぐらい配りゃいいんじゃねえの、これ。200個か。差ができるとちょっと争いが生まれそうだよな。まあ、俺は十分嬉しいが。けどよ、これもらったオーブで、その後に、本赤30連。で、それぞれのアカウントで、まあ、10連ずつ。そして、サーブ4でもう10連したけど、全員何も出なかった。爆死。え、結構やばくね、今回に拾うか。俺の周りでもよ、誰もデク当ててねえんだよな。友人が全員デク当ててなくて、爆豪かトドロキばっか被っててよ。これワン、オールフォーワンで結構デク使えるってことなのか、これ。あー、デク欲しかったぜ。正直、9の国も結構簡単でやりてえからな。欲しいんだが、なかなかやっぱ出てねえみたいで。それよりもやっぱり、今回の疲労感よりもやっぱすげえ夏ガチャがかなり使えそうなんだよな。あっちを引いた方がいい気がしてる。なんか、あっちはもう本当にゴーエスとかにもう完璧、もう適正って感じであるから、近畿とか、だって。あっちの方がいいんじゃねえかって感じがしてきたな。コメント欄とかで、もし、ヒロアカ一旦やめて、あの、夏ガチャの方に行くとか言う人いたら、コメントしてくれよな。しかも、俺の重心軽から、あっちの方が楽しみな感じはあるが、今回結構オーブ使ったから、デクを追いたい気持ちもあるけど、
諦めた方がいいか。というわけで次はあの近畿、あの三種類ガチャどこで使えるのかっていうのを考察してみたから、さあやっていこうぜ。頼むぜモンジュ、労働してくれ。百年婚礼時あれもいさつかいをわかぶるわがれお許しくとくのくのそうだわだわわだわ。今回ガチャ本赤はトトロキくんが見たいな感じで終わったから、もう本当にちょっと悔しいわ。カツキくんとか欲しかったのによ。でこいつ爆豪契約完了。まあ今回のガチャの中で唯一今後生き残っていく可能性がある、そんな感じの、まあ当たりなのか一番の、こいつがどこで使えるかっつうと、まあ近畿の旧の国、旧の国はまあ適正アンチブロッカーからも完璧適正 SS でバーンってボスもぶっ飛ばせる、クリティカルも優秀で、あと使えるった19の国、ソロモン的な使い方ができると思いきや、こいつの場合、まあ、ソロモンでも光のあのプシュあれは遊撃をつけなきゃ乗らねえのよ。だからこいつ火属性の、まあ、貫通弾だから敵には乗らねえ。そう考えると本当に超アンチ重力バリアあるだけっていう利点しかねえな。で SS もちょっとうまくいくのかよくわかんねえ感じもあるから、まあ上位ではねえな、上位ではねえけど、こいつは十分役目あるから優秀。だってアンチ魔法陣とアンチブロックと超アンチ重力バリア3つに対応してんだぜ。かなり当たりだぜこいつは。で次このショート、トドロキショートはマインスイーパー M、 魔法陣ブースト状態異常回復で、まあシールドなんだが、こいつの一番の強みってのは、まあ、攻撃型の友情、この2つ、これがかなり強い。で近畿どこで使えるかっても完璧に1の国、もう完璧だよな、完璧に1の国。最近1の国をめっちゃ増やしてくる、パラドックスも1の国適正だから、やっぱ1の国をまあみんなやらせて1の国勝って嬉しいねで、あの毒我慢とかの必要なあの反省を込めてこういうわけにするよ本当。で状態異常回復もつけたのも、その毒我慢つけなくてもいけるようにするため、だからみんなでワクワクステキと取って、ワクワクステキ取ってその嬉しい、じゃあ2の国もいけるかも、意外と2の国簡単だから、その行ってそのままビャーって登っちゃって、みんなあれ近畿俺でもいけるかもっていう、そのまあ気合を入れるためのキャラクター。まあそれ以外でも十分使えるんだが、他にあるっけ。いやでも意外と6の国に行けなくもねえし、11は無理だろ、16も無理、21も無理。まあ意外と1と6に使えるかもしれねえ、そんな感じだな。で次デク、こいつは普通に25区の適正で、まあ周回に使う場合はちょっと注意が必要かと思うんだよな。このターン24プラス4ターンっていうのが難しくてよ、やっぱりあそこで必要なのは、まあ、回転率の速い SS、サンダルフォンもモンジュも両方とも、モンジュは4ターン、サンダルフォンは16ターンって、その速さが売りだから、こいつの SS が、その、まあ、セスナー方で使えるかっていうと、まあ、不安なところがあるよな。まあ、ラウンドフラッシュプラス、この回復で、いろいろとまあ、立ち回りもすげえ優秀だが、パワーもあるし、カウンターキラーとバイタルキラー。まだちょっと詳しいことは言えねえかもな、この SS 次第ってところよ。まあクリティカルあるし攻撃力高えな、パワーがスピード遅いけど、つうわけで今回のまあ考察は終わり。なんかあったらコメント欄にまた書いてくれよな。そんじゃ次の夜会で会おうぜ。いいからそこに並べ、俺が焼き寄せてやるからよ。夜勤がかわいい。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。また次の夜会で待ってるぜ。
って、あ、よく仕方ねえ。